日本最高峰イケメン同級生の絆平野様の飛べ合流スノーマンメグロハスがきっかけに平野様の飛べ合流スノーマンメグロハスがきっかけにメグちゃんうちゃん日本最高峰イケメン同級生の絆7月7日に滝沢秀明氏41が立ち上げた飛べへの合流が発表された元キングプリンスへの平野潮26 とじんぐうじ25、ファンや関係者を驚かせたスピード合流だったが、7月13日発売の、週刊文春文芸春秋では、平野が滝沢氏と結びつくことになったキーマンの存在について報じられている。もともと、金プリはジャニー北川仙台社長、去年87、が JR 時代から面倒を見ていて、滝沢氏との接点は希薄でした。 しかし、ジャニー氏が亡くなり、滝沢氏がジャニーズ事務所の副社長だった2019年に行われた金プリのコンサートの演出を嵐の松本潤さん39が担当したのが、平野さんと滝沢氏が接点を持ったきっかけだと報じられています。松本が金プリのコンサート演出を担当することになったという話を金プリに伝えたのが滝沢氏だった。 しかし、キンプリは自分たちで全て決断をするというスタンスのグループ。そのため、キンプリは滝沢氏に対して自分たちでやりたいと直談判をしたという。滝沢氏はキンプリの言い分をしっかり聞いてくれて、結果的に松本はコンサート全体ではなく一部パートだけ演出するという折衷案で丸く収まった。 そして、平野らは、この一件で滝沢氏を信頼するようになった、と記事では解説されている。さらに、平野さんが滝沢氏の評判を知ることになったもう一人のキーマンというのが、スノーマンのメグロレンさん、26、だったと言います。メグロさん及びスノーマンはタッキーチルドレンとして関係が深いことで有名ですが、平野さんはメグロさんと仲が良かった。 メグロさん経由で滝沢市に関する評判を聞いたこと、滝沢歌舞伎のシンガポール公演実現などから、平野さんは滝沢氏に興味を抱いたということです。メグちゃん、としょうちゃんで呼び合う中メグロと平野は同じ1997年生まれ。 2016年に平野は福岡博多座で主演舞台ジャニーズフューチャーワールドの座長を務めていたが、おちゃんの主演舞台に出させてもらった時におちゃんの楽屋で布団敷いて一緒に寝てた。気づいたら仲良くなってた。と5月19日放送のミュージックステーションテレビ朝日系で目黒は明かしている。同番組ではお互いの故障がめぐちゃん。 と、しょうちゃんであることや、平野が目黒の家を訪れたり、一緒に共通の趣味である星を見たり、プライベートで遊ぶ仲だというエピソードも飛び出していた。2022年2月の月間テレビガイド。 東京ニュース通信社で平野は隠れ仲良い人に目黒の名前を出してお互い星が好きだからあの星ってどうやって輝いているんだろうねとかスプーン一杯で地球より重たいくらいの質量を持ってる星があるんだぜみたいな話をしてます。とコメントしていた。国宝級のイケメン同士が天体観測をしているとはぜひ直接拝んでみたい光景である。 2021年12月発売のザ・テレビジョン・キャドカーでは平野さんが今年よく話したジャニーズに目黒さんの名前を挙げていましたね。キンプリとスノーマン両グループでトップクラスのイケメン同級生には意外な縁があった。それが回り回って平野さんが退場して飛べに合流するきっかけの一つだったという。 世の中、どこでどう繋がっているかわからないものですね。ワイドショー関係者。M ステッテはお互いに、また、星を見ようね、と言い合っていたメグロと平野。事務所は別になったが、プライベートの関係は現在も続いていそうだ。